はい、スクリームウェブサイトをご覧の皆さん、ザイアンリリーです。ベースの原田です。ボカルの飛松です。ギターの鈴木です。ドラムの中村です。はい、そういうことでザイアンリリー、スクリームさんの方は初登場ということで、見てる方は皆さん知らないんじゃないかと思うんですけれども、これを機に、ザイアンリリーを知っていただければなと思います。あとね、あのスクリームの雑誌の方にもね、僕らいろいろインタビューをしてきましたんで、まあ下手くそなインタビューかもしれませんが読んでくれると嬉しいと思います。そして、僕らザイアンリリー8月の6日にですね、ファーストミニアルバムハエとユリをリリースすることが決まりました。こちらに情報が出ると思うんですけれども、今回、ハエとユリというアルバム、どんな作品になってますか？はい、今回のハエとユリというアルバムは、テーマが生きるということになっていまして、外後ろから背中を押すような曲ですとか、あの人間の影の部分を歌ったような曲も入っていて、とてもあの人間味のある一枚ができたんじゃないかなと思っています。そしてあの楽曲的にもダンスビートの曲だったりとか、あのゆっくり聴いていただけるような曲も入っていて、あと未発表の曲もまだ入っているので、その辺も楽しみにしていただけたらなと思います。なるほどね。はい、そして私たちその8月6日に発売するハエとユリのリリースパーティーが8月30日に渋谷ラママにてあります。本当にめちゃくちゃ熱いメンツが揃っていますので、ぜひ皆さん8月30日は渋谷ラママへお越しください。待ってます。待ってます。それとですね、あのハエとユリのアルバムの方を購入していただきますと、中の方にステッカーが入っておりまして、このハエとユリのジャケットになっているイラストのステッカーがあるんですけれども、それを持って8月30日渋谷ラママに来ていただいて、受付の方で見せていただきますと、なんとフェイスタオルがプレゼントされるということでね。これまたゲットしてもらおうじゃないかってことで、お得感がステッカーがフェイスタオルになっちゃうんでね。はい、まあ、ということで、8月30日、アルバムを買って、まず買っていただいて、そして8月30日のリリースパーティーの方に来てもらって、そしてタオルをもらって、ライブを楽しんでいただければいいかなと思います。それではザイアンリリーでした。ありがとうございます。さようなら。